はい、どうもガイです、ドラフトのみでペナントを制すやっていきたいと思います。ポスティング交渉からか、なんでこんな中途半端のところで止めてたんだろう。ポスティング今年は誰も行かないのか、メジャー行く人はいません。そして FA、 ああそうだ、うちから誰だ FA 出たの。あ、強こいつ。おー、いいショートだな。あ、うちから深田、中継ぎ深田、そして中継ぎの広上康介、HH だな、イニシャル HH だな。そして石塚、マジこいつがでかいな。250セーブね、してほしかったな。うちで迷宮回入り一歩手前でうちから離れた。これで抑えを任されなかったらマジでかわいそう。まあ、早熟で衰えて31歳で売り、ちょうど一番売り時なのかもしれないね。今が一番売り時なのかもしれない。静香は日本ハム的に言えば売り時かもしれないで、2人 B ランクで中、深田も B ランク、あ、 B ランクか、みんな B ランクか。なんで保証がもらえます、よかったです。 C ランクは確か保証がもらえないからね。もらえない、 C ランク保証もらえない、確かもらえないよね。 C ランクって、細身2億7000万だ、やば。選手欲しいな、なんか欲しいよ、こんな選手欲しいよ。うわ、こいつ絶対強いだろ、育てたら。取りてー選手、めっちゃいい選手いるじゃん。いい選手いっぱいいるのになんで飛んだ。人からって、人から選手を奪うな。くれこいつ、半田くん、半田くんくれ、半田くん。阪神もいい選手いるでしょ。小野とかいるじゃん。うわ、すげえこいつ、いいな。ライオンズ、ライオンズ、お、ライオンズ、うちから2人も取ったじゃないか。タイガースとライオンズのね、猫科に取られてしまった選手を。アハル強っ、こいつ引き止めろよ阪神は。うちの中継ぎ取るんだったら。はい、野間、桜井が2億2000万もらってんだ。機材買うか、でも機材も大して買えないしな。金も意外と、金はあるのか、あるな、金はある。ドミニカかな、こうなると、こうなるとやっぱドミニカだよな。ドミニカガチャしたよな。ガチャろうぜ、ドミニカでガチャろう。ドミニカガチャするとしたら俺は朝山を生かしたいんだよな。でもこれで朝山がミート以外上がる可能性があるんだよね。守備とか肩が一番上がってほしくないな。そうなるとショートとかを守らす選手に生かそうがいいのかもしれないね。どこ上がってもいいからね、こいつは。守備上がってもいいし、肩上がってもいいし、補給上がってもいいし。山中かな、どうしようかな。朝山を生かしたい気持ちはある、俺は。とりあえずピッチャー1人誰か生かせよう。とりあえず1人は生かせる。3年目、4年目、5年目、2年目、2年目。どっちだ ?25 歳、23歳、28歳、24歳、1年目。とりあえず久保寺は生かせる。で、野手を誰か生かしたいんだよな。斎藤か朝山か山中。朝山か、朝山ミートワンチャンかけるかな。朝山のミートかパワーのかけよう。それ総力でもいいけどな。朝山にかけます。いってらっしゃい。朝山広角打法覚えさそう。覚えさそう、帰ってきたら。変化球ミートを買うでしょ。ほいほいほい。ほい、オッケーオッケー。金あるからもうちょい買おうかな。ミート変化球ぐらい買おうかな。よし、レベル3、金が結構増えてきたな。金が増えてきたということは何ができる、何ができるんだ俺には。スカウトはコーチとかちょっと変えてみようかな。か今コーチでも結構上の方か、いいコーチ使ってる、ね、練習指示終わり。あー、藤沼が劣化してる。今井をカイエネコンバートして宮田が広角打法 OK で、あの瀬戸がね、あの特能を教えれるようになってました。瀬戸今何歳なんだろう。瀬戸さんは今何歳、33歳で教えれるんだ。なんか人によって年齢違うのかな、教えれる年齢で。山部は変化球覚えてくれない。大曽根さんも覚えてくれない、平尾も覚えてくれない。平尾どうする、緩急とかつける。
榊も覚えてくれねえ。漆も覚えてくれない。横須賀も覚えてくれない。みんな覚えてくれない変化球を。南も覚えてくれない。宮田が怪我し陸差で負ける。宮田守備上げるか。いやもう打撃だな。宮田ミート上げる。ミートで今井は守備上げるか。とりあえず、いや打撃か守備だな。とりあえず DD まで持っていくか。やっぱり将来的にセンターを守ってもらうのは山中か。山中ライトにしたいんだよな。でセンターを今井に守ってもらいたいんで守備を上げよう。でレフト斎藤みたいな感じかな。打撃がちょっと弱いな全体的に。外野のでオーダーは池田に使うか。うーん埋めたりな。ランチを持ってるから外したいんだよね。できればそうなると代わりに入ってくるのが杉浦、飯島、南。うーんでも平尾なんだよな。そうなると平尾なんだよな。で杉浦中継だよな。三沢はエースだ。三沢はエース。エース三沢がなぜか外されている。こうなるとやっぱうちのが便利屋になってんだよな。完璧に完璧に便利屋なんだよ。中継ぎをこなせるからな。大阪微妙でしょ。こいつとスライダーお化けをちょっとルーキーで使うか。やっぱり社会人だからね、いきなり出てもらえないと困ります。で亀を抑えるすか。うーんこいつ、あ俺期待してんだけどな。ずっとずっと期待してんだよ。榊には榊には期待してるけど打たれるんだよな。あ南使うかな。担ぎで大曽根外して誰かあげたいな。中継ぎ中継ぎできるやつ千葉か。池谷とかあげてみようか。ここに一応千中を置いとくか。これでいこう。近沢ちょっと一回開幕下げるか。疲労度回復させるか。それは握手か。握手だな。これぐらい大丈夫だろ。いや一回開幕外してもいいな。一回外して鎌倉をキャッチャー使ってもいいな。近沢外して疲労も溜まってるし。微妙なとこだな。いやこれぐらいの疲労は大丈夫だ。みんな調子次第で。これみんな俺調子次第でしてるけどいいのかな。全体的に調子次第で。で、配性処理やってもらうか。勝ちパがいねえ。こいつ勝ちパやらすか。やめとこ。怖い怖い怖い。誰を勝ちパでやらそう。中継ぎがうちある。急にいなくなったからね。急に中継ぎがいなくなったんで。マジで勝ちパを任されるやつがいなくなった。急に勝ちパ任したやつがみんないなくなったからね。抑えもいなくなったし。亀が26歳で抑え転向。まさか亀が抑えるとは思わなかったよ。本当にドラフト取った時は。2番坂上の坂上去年不調だったからな。ちょっと打順を落とすのもありだな。金井が良かったんで金井藤野を1、2番にしてもいいのかな。いや鎌倉が意外と足あるんで2番鎌倉とか。あでもやっぱ坂上の足を使いたいな。こうだな。結局こうなんだな。能登を使うか土橋を使うか。いや違うな。その選択肢は違う。鎌倉をキャッチャーで使うか山中を使うか。ノートだな。とりあえず9番に乗っておいとこう。対左 F でしょ。対左の時はよしこれでいこう。で留学生があと57日。結構すぐ帰ってくるな。57日ってことはまだオープン戦始まってないとこで57日だからね。惨敗。これで近沢の疲労を減らすことができるんじゃないか。まあ、近沢もねもうだいぶ能力も衰えてるからね。キャッチャーも世代交代しないといけないね。大松に大松にキャッチャーをやらさないといけない。もうそろそろ出たオリックス出た怪物オリックス。どんだけホームラン打つんだお前らは。パワー A が多すぎるからな本当に。千葉が完全にな得意のスタミナもなくなってきたとなるともうただのコーチだからな。惜しかったロッテ相手に勝ちました。お宮田がホームラン2本打ってる。パワー飛行角打法を持った宮田は強いよ。今年マジで宮田覚醒するから。でも覚醒してるから40本打ってるからね。
今年は多分3割50本打つな宮田。3割50本100、130打点。3割50本100、130打点を目標に、宮田の目標。それができなかったら俺はもう宮田に怒るからな。お前の目標は3割50本130打点だっつって、そんなこと言うといきなり。ちょっと見ようと思ったらね、せっかく宮田開幕戦飛ばそう。ちょっと宮田を見たいな。留学生帰ってきてからにするか、帰ってくる前にするか。ちょっと宮田をどっかで見たい。宮田の調子を上げてくれ誰か。宮田の調子を上げる最短だ。誰か取ってたんだっけ。カツラギ、カツラギはいないか。1番ってことはカナイか。カナイが、カナイが地味に取ってたんだ最短だを。あー、やっぱオリックス強いな。この段階でオリックスももう首位だからね。この段階で首位は強いよ。カナイだ、カナイ、カナイ、宮田。俺ちょっと宮田にかけるから、オリックス戦勝とう。行くぜ宮田。オッケー、宮田絶好調。庭に並ぶ5本16本。もっともっと打たないと。宮田さんは、宮田さんもっと打たないといけない。先発は大内でいいか。 3.18 抑えてるね。調子がいい選手使っていこうか。名前がセカンド、セカンド、セカンド金井がいるわ。 DH に、ああでも3割打ってんだ。2割9分4割4割打ってる。3割2割並ぶ3割2割1分藤野がちょっと打ってないな。能登はどうせアヘタンだからね。2割8分9厘打ってるけど、だからあんまり信用はしていない。だから9番に置いておこう。やっぱ打率に騙されるとダメだからね。3割0本より2割5分30本の方が俺は好きだからね。多分 OPS もそっちの方が高いでしょ基本的に。まあその3割のやつが出塁率どんだけ高いか分かんないけどね。誰誰誰、向こう誰、山岡か。これ13番ってことは2番に4割がいる。先行チーム先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で宮田いけるぞ。ミートでか。向こうはこんなやついたか。西浦、また新しいのアイト。全然メンバー変わってね。オリックスのメンバーめちゃくちゃ変わってる気がするんだが。そして西村、あーパー100、はいパー100、はいハイパー98、ハイパー95、ハイパー89、ハイパー38、38? 俺なんかオリックス弱くなってね、ちょっと。もうホームラン10分打ってんだか。もうホームラン10分打ってんだか。いやー、4、5、6、7は強力だけどね。1、2番もすげえな。エルスマンがなぜ出てない。エルスマン今年不調なんだ。あ、衰えてきてんな。あれなんかそこまで強くない。強いか。強いな。二遊間が打てる選手っていうのがチートだもんね。あ。二遊間がパワー S って。なんじゃそれ。あ、2点取られた。あ、もう4点取られた。もう4点取られた。もう4点取られた。もう強いわ、こいつら。おわ、宮田。読み打ち。で、151m? なんだこいつは。インコース低めのサークルチェンジか。おお、うわ、ベガスグループの上まで飛ばした。あんなとこまで飛ぶんだ、やば。弁当食ってるし。おお、まだいける宮田、いける。宮田の前にランナーを出せお前らは。あ、おお、打球が速すぎる。だがショート、パワー、パワー S。 こいつらだって守備なんで、ショートとセカンドがパワー S なんだよ。サファリオーバー8本、バケモンじゃねえか。こいつらの内野すごくね。ファースト、セカンド、サード、ショートが全員パワー、パワー平均したら90、95ぐらいじゃない内野の。あー、お、あー、チャンスを作るんじゃん宮田の前に。田島が中継ぎやってる。うわー、なんだこいつは。バケモンすぎる。打ち方、村田の打ち方にしようかな。村田の打ち方変えようか。村田の打ち方あんのかな。もしかしたらコメント欄で村田の打ち方にしてくださいっていうコメントがあるかもしれないな。お、抑え田口。そこでうちの宮田ホームラン打とう。宮田
うわ、バケモノ。はい、バケモノ。はい、バケモノ。はい、バケモノ。なんだこいつは。なんだったこいつは本当に。チートだろこいつ。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。はい。はい、さよならわけ。はい、さよならわけ。佐藤瀬那。すごいな。いっぱいいろんな知ってる選手がいっぱい出てくる俺の。山岡、田島、田口、佐藤瀬那。すごいミーハー投手陣みたいになってる。いや、もううちの打線が打たれて、本当に。ちょっともう一回ちょっとリベンジしようぜ、宮田。あ、宮田の調子が下がった。お、向こう、二刀流だ。相手、二刀流だけど、DH は解除してこない。いや、もう宮田を見たすぎる、うちは。うち全員二文字打線だからな。二文字縛りだから、うちは。うちは二文字縛りしてるから、打線の。杉下。さあ、間もなく試合開始となります。あれ、俺出番設定誰にしてるっけ。あ、俺ドバシにしてる。お、宮田今日ホームラン打ってる。3安打打ってる。こいつにストライク投げたらダメだからね。宮田にストライク投げたらダメだから。さ、ボール球でしか打ち取れないからね。こいつバカだからボール球振っちゃうんだよね、宮田は。宮田にストライク投げた瞬間負けます、あなたは。次は4球目。はい、勝った。はい、ホームラン。アウトコースに流し打ち。はい、バケモノ。アウトコースに引っ張るだけ、決まるが。 136m 中5ホームラン。今日2本目、2試合で5本。またこいつか。こいつは打てるだろ、宮田。ストライク投げたらダメです。お、見逃したのか、宮田。はい、おー、あ、弾道が引かれたな。打球が速すぎて帰るね。宮田、いいバッティングを見せます。先行チーム、お、チャンス。守備を取りました。投げました。ああ、今のホームランかと思ったんだけどね。これ本田圭佑かな。第2球投げました。縦のスライダー、ボール、低め。第3球を投げました。ボール、いけいけ宮田。投げた。はい。はい、2試合連続ホームラン3本。はい、バケモノ。 157m、 15点目。はい、バケモノ。はい、バケモノ。宮田とかいうバケモノ。打ち方変えて、宮田の打ち方村田にしたいけど、村田の打ち方が分かんねえ。村田の打ち方何番なんだろう。ちょっと打ち方変えたいな。これは絶対変えないといけない。じゃあ、オリックスじゃない。なぜ俺、オリックスの選手の。自分のチームへ。ホーム設定。宮田。村田ってオープンかな、スタンダードかな。でもあるサイトには村田79って書いてあるんだけど、これなのかな。村田ってこんな打ち方だっけ。こんな足、まあいいや、とりあえずこれにしよう。こんな打ち方だっけ、村田って。村田のちょっと2つな変えたいんだけど、村田の2つかを2つな男宮田にしたいんだが、できるかな。男宮田、男、赤青とかできるのは男ないの。男ねえ、ないの。男村田ないの。男村田にできしたいんだけど俺。ないじゃん、男村田。男村田にしたいんだが、2つな男村田にしたい。もしや宮田でもないっていうね。男村田にしたいからね。宮田がホームランを50本打ってほしいな。50本。いや、オリックスは強いな、マジで。オリックスに勝てないといけない。オリックスの直接対決さえ勝てば、うちはマジでいける。お、首位だ。強えな、うち。あ、留学生帰ってきたんだね、これ、もしかして。あ、帰ってきてるな。帰ってきてる。
ピッチャー久保寺、球速があったのか。先発陣に頑張ってないのは平尾さん。でも平尾多分中継ぎだったら活躍できるんだよな。中継ぎに1回落としますか。で久保寺上げますか。平尾は中継ぎならやれる気がする。俺は信じている。あー近沢広が溜まってる。2割3分3人か。ちょ変えるか。あ朝山が肩上がったか。肩上がったら本格的に外野に外野で起用していくしかないな。パワー上がってほしかったんだけどね。近沢2軍に落ちて大松高校能登が下がってきたな。ちょっと朝山9番に恐怖の9番出しとして活躍してもらいましょうか。3割5分0厘17本39だて。あ1番が調子悪いな。どうしよう。誰一応斎藤一番いくか。近沢ちょっと外してみよう。大松をキャッチャー使おうか。鎌倉キャッチャーにしてもいいけどね。どっちみちキャッチャーいいだからね。大松もキャッチャーいいだし。ああ杉浦が怪我した。杉浦、杉浦って誰だ。杉浦こいつか。さかけあげましょう。勝利投手だなこいつは。スタミナ D だからな。リード時ビハインド、リード時任される選手がいいね。配線処理マジで打ち勝ってる感じだな。うちはオリックスも打ち勝つチーム、うちも打ち勝つチームで、オリックスは普通にピッチャーもいいからな。お200本塁打セットが。杉浦の怪我回復。あーオリックス強い、オリックス強い。うわオリックス3連敗、オリックス3、オリックス戦3連敗した。やべ5連敗中だ。ちょっと流れ変え、あ流れ変えてくれた。俺が流れ変えようかなと思ったけど勝手に変えてくれたわ。交流戦で勝ちこそ。ダメだダメだダメだ。とりあえずちょっとカットしよう。とりあえず交流戦どれぐらい、ちょっと中盤でカットします。いやちょっと7月ぐらいまでカットしたんですけども、一気に良いね。途中まで首位だったのに一気に良いまで落ちました。あの原因は完璧に投手陣です。投手陣がめちゃくちゃ打たれてる。誰を上げたらいいんだ。俺はもう平尾もう使うしかないな。先発が足りねえ。あ藤木の能力判明しました。こんな感じです。大越はこんなの。大越が意外といいね。で、こいつはこいつです。こいつはこいつ頑張ってます。スライダーお化け。いやー、中継ぎがマジでいいね。中継ぎがいねえな。しかのあげるか。なんか誰か活躍しねえかな。なんか変なこと起きて。5点台がリードじゃってんだもんな、うちは。リード時でしょ。配線処理、ビハインド、ビハインド、リード。先発もやってもらって中継ぎもやってもらわないとな。リード時2人か。4点台でリード時か。きついな、ちょっと。打線も元気なくなってきた、これ。打線は相変わらず元気だな。でも5番以降が打ってないと。大松を打っている、3割。鎌倉を9番に置いてあげるか。5番から一気に9番に落ちる。浅山めっちゃ打ってんじゃん。浅山ライトにするか。3割、めっちゃ打ってんの、浅山。浅山が一気に5番。パワーヒー覚えさそう。そういえば朝山に練習指示してなかったの。高画型覚えるか。高画型覚えてからパワーヒー覚えるか。ちょっと見ようか朝山。こんだけ打ってると気になるの。宮田も気になるけど俺は。今日は朝山のホームラン、今日はホームランいっぱい見れるぞみんな。みんな今日ホームランいっぱい見てるからな。北九州の高速球平尾、北九州の剛速球平尾、日本代表に選ばれてるが全然打たれる、全然打たれる男。 DH2 割1分のバッターを使っている。セーブは弱いのか。あんまり強くないな。でも3も微妙だよね。ホームランも少ないし。あこいつはいいな。弱いんじゃない、もしかして。セーブすげえ。こいつなんでこいつを使わないんだ、こいつ。セーブは鈴木翔平。
長谷部だ。大学で日本代表に選ばれた男、長谷部。楽天の。ああ、深田がいる。5.68。やったぜ。石塚、1.2、化け物。だが、抑えで使ってもらえてね。かわいそう。もうちょっとで200すればいくんじゃなかったっけ。じゃあ250いくんじゃないの。それで抑えで使ってもらえるのに移籍するっていう意味わかんないよね。現実世界だってありえないからね。絶対抑えで使ってくれるチームに行くだろ。そういうとこだよね、コナミ。まあ、いいけど、俺はお前に求めてるのはそれじゃない。そして朝顔鈴木でシングルヒット。今のはホームラン打ってほしかったな。狙ってほしかったわ。ど真ん中の嫉妬をまさかミートで打つとは。悪くはないんだけどね。求めてるものが違うよね、やっぱり。朝山に。それだ。俺がお前に求めてるのはそれだ。はい、入った。入らない。今のパワーヒスイッチで入ったな。パワーヒカ広角スイッチで入ったわ。パワーヒ広角どっちかあったらな。朝山はヘッドスライディング持ってるからな。マッチーだ、マッチー。ライオンズでマッチーって。ああいう球振るよな、今回の AI。際どいなんか変化球めっちゃ振らない。そう、こういうの、こういうの。こういうのめっちゃ振るイメージだ、AI は。ってなると、コンピューター相手の時は、ああいう臭い変化球投げていったらファール打ってくれるってことか。逆にね。逆に自分がピッチャーの時に使える。そういう知識は。ああ、トロサキ。エラーしない。これでワンアウト、ランナーはありません。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃。ホームラン、ホームラン、ホームラン。ああ。第2球投げました。ボール。第3球は。ああ、そう、それを打っちゃうんだよね。そういうとこだよね。朝山強振隊をつけたいの。だから宮田は強振隊ついてないのに、ついてんのかな、強振するのは。元からついてんのかな。てかパワー A の選手はなんか強振対応にしてほしい。強制的に強振対応になるみたいな。160キロ。タイラってあれか、元ジャイアンツじゃないですか。こいつな、なんだこいつは。球速すぎないか、こいつ。違うのかな。元ジャイアンツで DNA ってやつかな。違うかな。違う気がする。違う気がするな。そうな気もするし、違う気もする。あ、そらもう150、160キロのストレートとチェンジアップ投げられたら打てねえわ。よく捉えた方だわ。よしかった。お、瀬戸が2000本だ。あー、見たかった。見たかった。瀬戸の2000本だ、見たかった。へー、瀬戸さんもうそんな打ってんだ。え、瀬戸さん何年で2000本打ったの。12年ぐらい。すげえな、2000本安打、瀬戸の。いや、2000本何年目だ今、瀬戸って。何。あ、俺さ、めちゃくちゃ名選手じゃないか。しかも生え抜きだし、12年で2000本安打か。すごいな、化け物だな。瀬戸さんのちょっとグッズだけ買ってこう。瀬戸が2000本安打は嬉しい。何本打ってんだろう今。ついでに買っとくか。宮田、朝山、通算歴代記録、よし、中3、2004本、通算打率3割0分1厘、坂上が1600本とか。坂上はいけそうかな。本塁打の数は意外と変わんないんだね。打率が違うからな。3割0分1厘すごいな。通算 OPS8 超えてるしね。鉄、瀬戸鉄。いや、もう結城にもこういう選手になってほしいな。ファースト守れるし、ミートもあるし、パワーもあるし。それでは今日はここで終わりたいと思います。見てください。皆さん、ありがとうございました。バイバイ。